時間は朝6時。初日の出を見に行きます。はい、旅割登山口。平気だよ、ゆっくりいいよ。暗い中歩くのも結構楽しい。2個目の分岐までやってきました。空がだいぶ白んできました。せっかく新しいのに残念だね。おお、マイナス10、すごい。これ寒いわけだ。じゃあここから10分。うん。うん、だいぶ明るい。あれは高原到着。富士山が見える。やったー、富士山だ。富士山、富士山。すごい。富士山、こんな近い。富士山、富士山。やったね。筑波山綺麗ね。筑波山綺麗だね。おおおすごいのになってきた。かまど火起こし山だ。火起こし山できました。珍しく火起こし山で休憩中です。だいぶ静かになりました。太陽ももう随分上がりました。眩しくて見えない。うっせぇ。この山は雲の中に隠れ始めちゃいました。鈴ヶ岳も完全雲の中。山頂で景色見た人、日の出見た人はゾロゾロ帰ってきてます。ガモニアの到着です。ここも景色がいいです。よく見えてます。浅間は完全雲の中。奥の赤グナとかは白くなってる。
ある山。いやー今日風がなくていい天気。時も寒そうに咲いてる。はい、まもなくなめ割りです。なんか遠くの方が雪だな。はい、長谷到着。まだ大勢の方がいます。気温はマイナス8度かな。来ました。温度が急に下がって、いつもよりも口が回りません。いつも回ってないか。谷川方面は今日天気悪そうです。冷たくなってきた。気温はマイナス7度。高原まで戻ってきました。荒山は無事ができてます。よかったんだろうな。こっちは天気がいい。はい、最初の雪のところまで戻ってきました。ここからはもうすぐです。朝は満タンだった駐車場ももう10台ぐらいしか残ってない。みんな早いな。はい、到着。はい、お疲れ様。